こんばんは。時刻は6時15分です。夏なのでね、まだ日が長いので明るいですね。今日は JR 日高本線の浜厚間駅です。ちょっと後ろ、駅の後ろ見てみますと道路に面してますね。ちょっと風も強いから道路に面してて、向こうに国道あるので割と車通りが多いです。で、駅前に何軒かこう民家がありますね。で、車、さっき向こう行きましたけど車いました。JR 北海道の定番の、だるま駅ですね。だるま駅の待合室、これ JR 北海道ではね定番ですよね。ベッド画だったり花咲だったり、なくなりましたけどわらび台だったり五十石だったりとか、まあ、ほとんどそうですけどね。釧網線なんとか室蘭本線なんかの駅ではすごくよく見られるだるま駅の駅舎なんですけど、これね、さっき正面から見ましたけど、なんかね、こっちの正面から見ると、なんか可愛い顔してるんですよね。なんだろうこれと思うぐらい、なんか可愛い顔してるなと思って、ここの待合室。浜厚間ですね。日高本線ですね。JR 北海道日高本線。左湧仏、右浜田浦。浜田浦も飛行機です。右2つ行くと向川ですね。左2つ行くと苫小牧で、ちょうど真ん中ぐらいですね。浜厚間です。いいですね、だるま駅。はい、じゃあ左から入っていきましょう。だるま駅いいですよね。何がいいかって、まずこうドアが閉まるっていうことと、広いっていうことと、こう、夏はね、開ければ風通しいし、冬は閉めればいいですし、全然こう長いベンチがあるんで、駅寝できるしっていうことで、ドア閉めれば、クマも防げるでしょうしね、誰も入ってこないでしょうし、動物は。僕、だるま駅好きですけどね。で、運賃表ですね。苫小牧まで450円。うん、千歳空港まで1210円、すぐって感じしますよね。1210円だと札幌1840円で、サマニの方が遠いですね。2490円って、浦川も遠いですね。札幌より遠いんですね。2160円、静内も1270円って、結構遠いですね。静内、浦川、サマニって、えりも岬って結構遠いんだなっていうふうに思いますけど、苫小牧方面ですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 本ありますね。苫小牧方面で、静内様に方面が 1,2,3,4,5,6,7,8 本ですね。で、18時2分の苫小牧行きで来たので、ちょっと1時間半ぐらいありますね。19時28分の静内行きで行こうと。で、向川で静内行きバスに乗り換えと書いてます。今災害停止中で、電車がですね、列車か汽車ですねが苫小牧から向川までしか動いてないので、向川から先はバスに乗るんだっていうことですけど、向川から先って廃線になるんですよね。いつ廃線になるんだか面白いけど、廃線が決まったって聞いたんですけど、なんか、薩沼線と、どこだ、薩沼線と、夕張と、日高本線廃線になったって聞いたんで、これ、向川から先が廃線なのかね、苫小牧から全部廃線なのかっていう、ことってだいぶ重要だと思いますけど、これ、バスの時刻表なんで、乗り換えのね、時刻表も書いてくれてるんですよね。で、逆側のだるまから出ます。さっき左から入ったんで、右から出てホームに行くんですけど、さっき鹿いたんですけど、もうお構いなしに撮ってきます。で、列車へ来たら走ってったんで、あと僕の、この鈴、熊よけの鈴が効果あったのか、あれ以来姿を見せませんね。降りる時ワンマンだったんですけど、運転手さんにも、そう、鹿いたので気をつけてくださいねって言われたんですけどね、いや、熊じゃなきゃ大丈夫じゃないですかねって言ったんで、いや、ホームにいたんで気をつけ、ホームにいたんですよって言われて、気をつけますって言って降りてきたんですけど、この鹿よけの鈴をね、あ、鹿よけじゃない、ごめん、熊よけの鈴を鳴らしてから鹿の姿が一切見えない。4頭いました、4頭。エゾシカが。熊じゃなくてよかったなと思います。熊いたらね、多分僕降りてないと思います。熊の姿見かけたら、あ、熊いたらちょっとやーめよーっつってね、降りるのやめようと思いますけどね。鹿だったんで、1枚って話です。体当たりされても大丈夫でしょ、鹿だったらって感じで。左浜田浦、右湧仏ですね。で、こっちが、サマニ方面、そこに書いてある通り。こっちが苫小牧方面、逆行ですみません。苫小牧方面なので、室蘭札幌まで行ける方面ですね。駅の方もこれだけで、ね、さっきの、駅舎なんですけど、駅舎なんですけど、これ普通なんですよね。あっちだけなんでかんだ可愛い顔してるんだろうって感じしますけど。草原のみかな。あとはないですね。あと道路に面してるんで車通りは多い。また車来ましたけど。まあ、こんなものでしょうか、ここは。うん、以上ですね。なんか車来たんで、車通るんで見たいと思いますけど。まあ、駅舎こんな感じですね。うん、だるま駅です。今車通ります。結構通るんですよね。
また通りましたけど、道路面してる、まあ、主要道路なんでしょうか。やっぱり向川とか行く主要道路なんでしょうかね。以上、浜松までした。